結婚したらロスになりそうな30代独身イケメンランキング。10位から6位はご覧の通り。3代目 JSOULBROTHERS が並んでランクインしました。そして5位は岩田剛典、結婚だなんてまだまだ考えられない。第4位斉藤匠、結婚願望がないだけに電撃婚が心配。そして気になるベスト3は、第3位佐藤健、相手によってはロスするかも、結婚してほしいけどしてほしくない。第2位松坂桃李、どんな人と結婚するのか想像できない、胸にぽっかり穴が開いちゃう。そして注目の第1位中村倫也、ファンになったばっかりなのでショック、結婚しちゃったら寂しすぎる。10位から1位をおさらい。全員ロス間違いなし。あなたがロスになりそうなのは誰？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。